はい、予定としては最終回一歩前、ヒトポンです。正直ここら辺で最初の方にめちゃくちゃ思いっきり腕を動かしてたツケが出てきてますね。というわけで深海大レース、海のレースですね。まあいくら腕が疲れてると言っても負けるわけではないんですが。また全カットかい。深海大レースは相当猶予があるからね。本来なら寄り道しつつ勝つステージだし。問題は忍者の方なんだよな。忍者のレースなんてあるのね。今腕は疲れてるわ、左の樽の調子が極力悪くなるわで、位置は厳しいかもって感じだね。はい、クロックタワーでした。ついに王国丸々飛ばしやがったか。クックック。まさかこのステージで100ダメージにいきそうなぐらい失敗をするとはな。そこを、せいやそれと連打しろって。体力温存。出た、数少ない動画にできるやつ。最初こいつだとあと2つのステージは全カットになりそうだね。なんで全カット前提なのよ。というわけでゲルビー、ここからは全員最後の敵だからね。結構な強化が入ってる技だよ。っていうか入ってなかったら失望するわ。辛辣ね。今までゾウも鳥も全カットしてたけど、ここからは全員移していくから一応安心しておいてね。さすがに最後だしね。ゾウは自利品、鳥は瞬殺したいね。ゾウは自利品でいいのね。さて、最初の最終決戦だ。下はマグマね。赤色がごっそり抜けてるせいで砂に見えないこともないが。赤色系だけ映らないものね。トゲトゲボールも赤く見えないし。なんとか木の実が地面につく前に取れたね。さて、まずは一発。ここでダメージを稼いでいきたいが。半分は切ってないけど怒っちゃったね。さて、どう来るか。あれ、これだっけ、高速移動。当たり判定はないのね。どうだったかな。これだけならいいんだが。あ、ミスったな。まあいい、とりあえず次で決めたい。とりあえずうまいこと木の実をゲットしたいが、これ欲しいな。サンキュー。一発目で半分以上いかなかったし、まあ2回目じゃいけないか。あ、これ上にいるとダメなやつや。まあ別に上にいるからってどうということはないんですがね。わあ、うぜえ。あれ、なんでいるわあ。オッケーオッケー、落ち着いて消し飛ばそうか。もう跡形も残らないぐらいにね。どうせそろそろ右下に行くでしょ。おビンゴ、ここで決めていくよ。おや、2個くれるなら両方お返しするよ。そうでもう一丁。それじゃあさようなら。やっぱり自己率高いよね、君。というわけで次の王国のボスです。いつからボスラッシュの動画になったのかしら。これはプレイ映像が欲しい人がいたら後で別の動画で出すよ。まあいたらだけども。というわけで最後の鳥、ストライクバード。ストライクだからといってってことはできないんだな。これがさっきのボス戦で分かったけど、なんか無音でもたまにアクション起こしたり、音を出しても稀に反応しないことも。ビートかは買い直したんだが、タルコンガだけは当時から持ってたものだからね。調子が悪くなってるのかも。まあごく稀なので、まそこまで稀じゃなかったわ。フラグって恐ろしいわね。フラグ建築のオートでも呼んでくれ。断る。さあって、あと一発かな。お、そこでいいのか。まずは煙を散らす。それじゃあこれでとどめさ。はい、というわけで次回はボス3連続で最終回。あ、次回もステージ飛ばすのね。見どころなかった。プレイしてるの自分なのにそういうの言っちゃって虚しくないの。いや、そこまで。あ、そう？それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。